どうもこんにちは、セストファクトリーのストヤンとエレトです。よろしくお願いします。今回ですね、はい、オマゴルですよ。オマゴル、オマゴル、オーマイガールです。オーマイガールか。自分ね、こう結構にわかなんですけど、去年からね、ちょっとオーマイガールを聞いてて、それこそ、サイチャクソレソナンで聞いてる、よく聞いてると、あとドールフィンがね、去年結構流行って、それでオマゴルをね、初めて知って、そこから結構いろんな曲を聴くようになって、新曲がね、今日5月10日やっと出たということで、うん、ちょっと MV リアクションしちゃおうかなっていうあれです。今日は今回はダンダンダンスってことでね、早速見ていきましょう。レッツゴー。電話ボックスだね。めっちゃ、いや、この時点ですごい夏がもう伝わるね。わかるわかる、夏が伝わる。これあのもう柄が夏だしね、すごいスッキリしてるし。皆さん、ちょっと待って、これイントロじゃないよね。イントロじゃないと思う。なんか音聞こえる。目ないよ。なんかさ、あのごめん、なんかすごい見たことあるやつが出てきた。うん、見たことあるやつが出てきたね。シグナボンベだよね、これ。シグナボンベだよね。ウサギになるよ、途中。墜落してるんだけど。墜落してるんだけど。え、今待って、スイスめちゃめちゃ髪の毛ピンクじゃなかった。え、やばくない？あら、髪ピンクだ、ピンクだ。やばい、めっちゃ好き。あとなんか、曲が予想外。あ、ちょっと爽やかな感じが。なんかイントロ、うん。いや、このね、光の使い方ずるくない？今のずるい。なに、アリン、やば。アリン、こんなバヤす？罪だって。やすぎばやに ね、可愛い子がどんどん出てくるほんとね。ちょっと初めて見るのよそっか、ほんとに、あのグループ自体がこれダメだよ。すげえテイスト変わってる人来たんだけど、ね、ニミのちょっとこの高音てか高めのラップ珍しいな。この人だけすごいやつ取れたよ。いいわ。いやでも夏感すごくない？すごい。あ、いいいいいい、かわいい。え、待って、今のこれかわいかった。ここえ、ね、どうこの待って待って、これピンクピンク。待って、こんな色鮮やかなピンク出せないね。しかも可愛いし似合ってるし。おお、サビの間にのっぱ入ってくんだ。やばいね。え、曲調めっちゃ好きだな。頭残るね、これね。これ残る。ダンダンダンしてないかね、うん、あー来た、もう来た。お、ラップ好きでしょ。耳だよ、ラップ好き。うん、めっちゃ。いや、これちょっと待てよ、耳のラップよ。ちょっと待って、なんかあれが UFO いるわ。絶対かけて打ちたい今ね。いや、アリンやばい。あ、待って、今の光めっちゃ可愛かった。可愛かったな。すげえ、惑星を司ってるわ。神か。ソーラービト。いや、このね、サビ前の耳のラップ最高だね。来たよ、中のユアだよ。ユア可愛いね。あれ、服の葉ついてるの全部花なの？クマ？クマ？あれ、コストコで見た。いや、好きだよね。いつも言うね。いや、ちょっと今のクレイジークレイジー好きだな。あ、こっちも可愛い。これ可愛い、これ可愛い。これ好き、今の。今の好き。カメが浮いてる。やばい、世界観がわからない。わかんない。ただ7人がみんな可愛くてヒレってことしかわからない、ね、今の画角がこうやって映ってるのいいね、結構。あ、ね、こうやってさ、これじゃカメラだな。おわ、ダメ、今の無理無理、ダメ。あ、ありえ、あ、これ、これ、これ、あり、罪です。すごいの来た、有罪。 今すごいの来てた。やばいな、メガネ似合ってる。このヒョウさん超好き。こういう雰囲気好きなのよ、ヒョウさんの。クレイジークレイジークレイジーがめっちゃ好き。いいね。クレイジークレイジーとデンダンダンスがすごい頭の中で。え、もうめっちゃ好きだな、曲調。ダンダンダンスダンダンダンス。いや、どう？間にさ、ラップ入るって結構いいんだけど、新鮮なんかね。俺も手振っちゃったよ。はい、じゃあね、ダンダンダンス見てたけど、どうだった？初めてのオマゴル。初めてのオマゴルだけどさ、うん、結構ハマったかもしれない。あ、本当に？うん、
よかった、嬉しい。サビのさ、わかる、あのクレイジー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 ってあのもうそこが耳に残った上にリアクションの中でやってたさ、こうやってなんかやってた表情か、そう表情か、めちゃめちゃ可愛かったからね、子供がユアのね、あのオープンカーから出てこうやってやってる時の夏感がほんとやばくて、ティーザー通りのね、あの夏を感じさせる仕上がりになってて素晴らしかった。あれはね、なんか可愛いっていうだけじゃなくて、俺も、まあ、運転免許持ってるからああいう感じで海沿いでやりたいもんなんか。あーいいね。スンヒのあのピンク髪、あれね、ピンクっていうの、なんかピンクとも言い難い子供、めちゃくちゃピンクじゃない。俺の考えてるピンクってさ、まあ他のグループで言ったらイッジのリュジンだったり、はいはいはい、でブラックピンクでどうでもやってたのかな。あ、そうだね、テヨンとサナもそこもね、うん、で、そういうなんか若干薄めじゃんピンクって、はいはいはい、めちゃめちゃ可愛くて綺麗だし似合ってるんだけど、どうやったらそんな色になるのかを知りたい確かに、何回ブリーチしましたって今回の MV の中で誰が一番良かったかってなんかある。あのね、これね、ちょっと待って、選べないだろ。選べないな、絶対選べない。あのね、考えてみ、初見でこんな可愛い子7人にされられていきなりどれ一人がいいって言われて選べるわけないからね。それは言えてるわね、私の中でもね、大優勝なのはやっぱね、アリンのあの光の使い方、あの途中に出てるやつか、お孫の中だったらアリンペンなんですよ、うん、アリンのね、顔ってむちゃくちゃ美しいじゃん。わかる。でいて、あの光の使い方が本当に上手すぎるのよ。罪です、あの可愛さは。光はずるい、ずるい、あれね、あれは罪ですよ、有罪です。あれ今回さ、サビの間にちょめちょめラップが入ったじゃん。そうそれがね、そう、私のセンスにめちゃくちゃ刺さるのよ。もうあの感じ超好き。あのダンダンダンスの間でしょ。そうあれいいよな。あの飽きなかった、飽きないこれ、うん、なんかこうコンセプトのさ、シーンとかもさ、コロコロ変わってくれて、え、こんなに早いっけって思うぐらいスーッといろんなの行くしね、途中でクマ出てきたり、うん、カメ出てきたりさUFO 飛んでるかなと思ったらカメ浮いてるでしょっていうねあれはね、あの世界観は分からないです、ね、面白かった、うん、そういう意味だよね。はい、というわけで、うん、セストとしては初めてね、おまごるの MV リアクションを上げて、今日ね、残念ながら2人なんだけど、ちょっと他2人がね、スケジュールが合わなかったから、他2人にも聞かせてあげたい、聞かせてあげたい。大将、神様、あのね、おまごるのダンダンダンス、あとで絶対聞いてね、絶対聞いてよはい、というわけですね、じゃあ今度、あのおまごるまたカムがしたときは、ぜひぜひ4人で撮りましょう。そうですね。以上、セストラクトリーでした。ありがとうございました。